たら、リスさん取れちゃうよ。うん。どんだけ、ホモ大仏野郎が好きなの？パルパルみたいな。なんも面白くないと思うけどね、あのホモ大仏。どこが面白いんだよ。TikTok でバズっただけのか、ね、ただの、ね、ホモの大仏だろ、こいつ。TikTok でバズっただけで。何も面白くねえじゃん、こいつ。パルパルとか。ねえ、今放送切ったら俺ねえ、パルパルに勝っちゃうからね。放送切ったら。まあ、昨日も養分に勝ってたけど、俺、切らなかったよ。切る必要もないしだって。うん。だから、おめでとうって。じゃあ、ここで切ったら俺1位になっちゃうから、絶対ね。だから、パルパル、ね、ホモ大仏おめでとうって。ホモ大仏。うん。リスアンなんか、どうぞどうぞ譲っ、もう、全員に譲りますよ。うん、リスアンなんつうの。リスワンなんて狙わなくても取れるから。俺はね。うん。ねえ、1ヶ月1回は絶対取れるからさ。ねえ。どうぞ、パルパルさ、養分さ、リスワン取ってくださいよ。うん。まあ俺明日でも明後日でも別に取れるし。余裕で、うん、うのぼれていいじゃん、だって取れるもんだって、リスワンなんて、うん、うのぼれるっていうかさ、だってリスワンなんか取れないやつは配信者やめたら、うん、適当にやっても取れるんだろ、リスワンなんていうのはね。えそうでしょ、誰でも取れるんだから、狙って、狙いに、ね、リスナーを狙いに行くとか、ね、俺からしたらありえるね。狙いに行ってそんなさ、気持ち悪いことやったんだよ、狙いに行くとか。自分のプライベートを捨ててよ、リスナー狙いに行ってよ、ね。頭おかしいんじゃない？やりたい時にやってよ、放送やるのは当たり前のあれ話じゃん。そんなもん。ゴミがや。配信なんて適当でいいんだよ、バーが。必死こいて毎日やってんだよ、うん、リスワンとかよ、ね、イベントでアイテムが欲しいとかよ、そんなもん必死こいてやってんじゃねえぞ、このカスが。自分がゴミだっていうことを認めてんじゃねえかよ、配信者として。俺はだから、予定も出して全部その時間しかやらないよって言ってんだから。え、切らなかったイボが？いや、イボは来てないね。イボはあって、まあ、3位、だって1位がパルパル、2位がヨッサン、3位がセイジ・クレイジー・パピオンだ。イボは来ないでしょ。朝日長屋だって1位ならないじゃん、リスさん。これ。うん、朝日やってないよ、今。あ、これ朝日のファンか？ NG ぶち込むわ、だね。朝日の放送やってねえよ。うん、やってねえよ、こいつ。こいつマジで、イボとかよ。やってねえよ、朝日なから。ゴミがええよ、お前。クソイボがよ、なるわけねえだろ、リスワンによ、こんな雑魚が。雑魚が、なんでなるんだよ。閲覧100とか200のカスだよ、イボとか。人狼ないね、ほんと。今日人狼少ないよね。人狼は少ない。今日ないのもう。人狼ないの。いつまた1000個とか行くのに、今日400個しかないんだったら、正直負けるよ、これ。人狼。うん。負けるよ、これ。こんな人狼少ないんだもん。全然。アイテムが。
有料アイテム少ないんだもん。爆投げ来ないよな、本当に。爆投げ来てよ、本当、人狼。爆投げ来てよ。頼むよ。うん。あともう3日しかないんだから。まあ、あと2日か、もう。もう今日も終わりだし。頼むよ。爆投げ来てよ、本当。どなたかお願いします、アイテム、爆投げ。どっかお願いします。本当に。今日もあともう、残り1時間、1時間ちょいぐらいしかできないから、4時間だから。はぁ。お願いします、本当。美味しいな。もうちょうどいい感じに固まってきたね。味見したら多分うまいと思う、これ。味見したら。まだ暑いから、湯気が出てるから。もうあえて投げてもう、ほんとに。人狼。人狼投げてよ。ねえ、明日の缶ジュースを我慢して、人狼を投げてよ。本当に。人狼投げて。人狼を。投げてよ。昼飯でも缶ジュースでも投げて、で、捨てて、明日昼飯代ね、500円だったら、ね、人狼をここ投げれるわけじゃん、ここで。昼飯我慢しましたって明日のね。リスワン取らないよ。パルパルでいいだろう。別にリスワンなんかいつでも取れるし。もう誰が来てよ、ほんともう。全然ないじゃん、有料アイテムさっきから。もうこんな閲覧あんのに1300人とか。なんでないの？ねえ、アイテム。どういうことこれ？これ勝てんのかな、このイベント、これ。イベント勝てる？本当に。これイベントも勝てないんじゃないの。あとまあね、2日だけど、イベントも相手も欲しいな、ほんと。アイテム、アイテム欲しいよ。有料アイテム欲しいよ。人狼アイテム、じゃあもうこれいいのね。じゃあもう食べなくていいのね。あ、全然俺食べなくてもいいんだよ。明日でもいいし。ね、明日でもいいし、これ。じゃあもう食べなくていいのね。もう。もういいってことだよ。明日食べるとね、ファンタスティックないんだから。
人狼ファンタスティック100個一撃ないってことでしょ。だから、はあ、まあ今日は一回食べなくてそれすらもないでしょ、うん、人狼アイテムはね、人狼アイテムはもうあとも1時間ぐらいならね、もう寝るよ俺も。明日競馬あるし、競馬明日14時からやるから、競馬配信14時から。いやもう寝るよ、もう。だってもう全然もうね、狼、人狼が全然上がんなくなってきたもん。うん。狼全然上がってないじゃん。狼が。本当に。狼全然上がってないじゃん。さっきから。もういいよ、そういう気持ちだったら。うん。人狼全然投げないじゃん。うん。全然人狼投げないじゃん。うん、アイテム。うん、まあ、そういうことだよな。応援しないじゃん、俺のこと。人狼投げないんだから全然お前ら。はあ、もう来ないのかなこれ。もう今日はもう人狼アイテム来ないよ、もう全然ねえ。もうないの、もうないんだったら言ってよ、ないって。もううん、ないんだったらないって言ってよ、もう。今後一個も上がんないんだったら諦めるから、もう。今後一個も、ね、人狼アイテムが一個も上がんなければ、諦めるから、俺も。明日からもう。放送やらないで諦めるよ。全然上がんねえじゃん、さっきから。人狼アイテム。あるとか、じゃあおめえが投げるよ、一個でも。全然上がんねえじゃん、人狼アイテム。誰も人狼アイテムくれないじゃん。ほな村人みたいなゴミアイテムしか来ない。もう終わりだよ。もうこれカードになれないよ、これ多分。こんなに少ないんじゃん。人狼アイテム。うん、ここに来てね、一個も人狼アイテムが上がんなくなっちゃったっていうのはね、かなり不利だよ。もう、ここに来て人狼アイテム全然上がんなくなっちゃった。さっきから。誰もなんて投げないでしょ、だって。人狼アイテム。ため息しか出ねえよ。ため息しか出ねえ。